長距離の1走2着以上が必要でしょうか。先週ステイルは5対1と分かれまして、内から1番2番3番4番5番ダッシュ6番です。スタートしました。わずかに好スタートを決めたのは2コース3コースあたりか2号艇3号艇1番この攻防インから1号艇の市川が先頭を取る。2号艇の岸影が指してくる。間を割ってくるか3号艇と5号艇。2番手追走は1号艇が市川、その内を突いては6号艇の石川です。4番手以降2号艇5号艇4号艇が続きます。スタートは正常でした。一周にマーク先に行く3号艇の山崎義明、1号艇その内を狙いましては市川石弘。上位体系は3番1番3体系、3番手は外から2号艇の岸影がリード。先頭は3号艇の山崎義明、これで予選突破を大きく近づけました。2番手追走は1号艇の市川石弘、3番手には2号艇の岸影、上位体系312、先頭3番山崎五輪、2着1番市川五輪、3着は2番です岸影五輪。スタート10秒前、インコースから1番2番3番4番6番5番です。スタート3秒前、今スタートしました。ちょっとまだついたスタート。4コース5コースがいいスタートを決めて4号艇6号艇1番この攻防、一気に攻めるのは4号艇の数人1人、突っ張る1号艇差し場を狙うか6号艇5号艇バックセッチへ入りますが、気に攻めていきました隅一人。2番手争いは激戦モード。3号艇2号艇1号艇6号艇4艇がずらっと横並び。スタートは正常でした。今先頭4号艇の隅、2番手争いどうか、内から3号艇笠野、2号艇の中谷が握っていく。その内を狙う1号艇6号艇ホームセッチへ戻りまして、2番手争いは2号艇わずかに優勢か中谷智子、内をついては3号艇の笠野、その後方1号艇6号艇4号艇の隅一人。1マークセンターからねじ伏せていきました。これで順位入りはぐっと大きく近づきます。2番手追走2号艇中谷智子、3番手に3号艇笠野、上位体系423、まもなくゴールインです。先頭4番隅五輪、2着2番中谷五輪、3着3番笠野五輪。高枠1号艇での登場、内から1番2番4番3番5番6番です。スタート3秒前、スタートしました。わずかにコースタートを決めたのは2コースから4コースあたりか2号艇4号艇3号艇1マークの攻防、インから踏ん張るか1号艇の岡田、2号艇の中島が指してくる。間を割って4号艇最内を飛び込んだのは3号艇の一気にセンターから差し抜けまして岡谷健吾。2番手争いは1号艇5号艇、インコース5号艇三谷、アウトコースは1号艇岡田。スタートは正常でした。2番先頭は3号艇の岡谷健吾、2番手5号艇の三谷か、1号艇が外を行く岡田紀之、ホームセッチへ入りますが、内を通る5号艇三谷こらえるか、外から1号艇の岡田紀之です。先頭は3号艇の岡谷健吾、2番手は外から伸ばしたい1号艇の岡田、3番手はこらえるか5号艇の三谷幸信、上位体系315、4番手から詰める4号艇の木野ですがこらえるか5号艇、先頭3番の岡谷五輪、2着1番岡田五輪、3着は粘って5番の三谷五輪、4番木野五輪。予選競争スタート10秒前、内から1番2番3番4番6番5番です。スタートしました。コースタートを決めていったのは3コースから3号艇ゼロ体踏み込んでいきました鎌倉亮。1マクロ攻防イン、1号艇鎌倉が先手、2号艇が指してくる。マクロと3号艇の鎌倉亮、その後方からは爆設置は先頭2コースから刺した2号艇の日程守備、2番手追走は1号艇川野、3番手から3号艇鎌倉、4番手以降4号艇6号艇5号艇が続きます。スタートは正常でした。1周にマークトップ旋回2号艇の新田、2番手1号艇が切り込んで川野、その内を狙う3号艇の鎌倉ですがちょっと胸が暴れまして、2番手は1号艇川野、最終マークの1マーク1号艇の川野が先に行く。3号艇の鎌倉が内をついて逆転あるか、1号艇3号艇ここでどうやら並んできた。インコース3号艇の鎌倉今度は先頭を取る。1号艇の川野メイがどうするか、3号艇の内を狙うホームセッチへ戻りますが、ここは外から3号艇の鎌倉執念の逆転成功。上位体系2番3番1番でまもなくゴールインです。先頭2番新田五輪、2着はわずかに3番鎌倉五輪、3着1番川野五輪。ハイハイは避けたい一走、内から1番2番3番4番5番6番です。
スタートまで3秒。今スタートしました。コーススタートを決めていったのはインコース1号艇のシローズ、4コース4号艇岡本です。1番この攻防、インから1号艇シローズが先に回る、2号艇差し構え、4号艇がまくり差しからは岡本慎二になります。2番手からは4号艇岡本慎二、3番手には5号艇中西、内をついては2号艇市柳、なおスタートは前提正常でした。今こう先頭で1号艇の白をつかむ回る、2番手4号艇岡本、上位体系は1番4番の体系、3番手少々水が空きまして6号艇が小林、その内からは5号艇の中西、2番手追走は4号艇の岡本慎二、こちらも準優進出を大きく近づきます。3番手に5号艇の中西長松、こちらは11レースで勝負が来か、先頭1番の白をつ5輪、2着4番岡本5輪、3着5番中西5輪。最終スタイルは3対3と分かれまして、内から1番6番2番4番5番3番です。スタートしました。こうスタートを決めていったのは角から4号艇の永井雅一番、この攻防勝負、4号艇永井が一気に攻める、インコースから残すか1号艇の田村、刺してくる6号艇間割ろうと5号艇の子が、気合の攻めを見せまして永井正美です。2番手争いは6号艇5号艇アウト、5号艇の古賀ですが、内側からグイグイグイと来るのが6号艇の久保田、スタートは正常です。今先頭4号艇永井、2番手争い6号艇久保田が先手、5号艇の古賀千秋がその内を狙う、ホーム設置を戻りまして先頭は4号艇の永井正美、2番手争いは内を通る5号艇の古賀がわずかに優勢か、永井正美シリーズ待望の初勝利でどうやら予選突破を決めそう、得点率は 7.40 か。2番手から追走は5号艇古賀、3番手は6号艇久保田、上位体系456、先頭4番の永井5輪、2着5番の古賀5輪、3着6番の久保田5輪から起こします。スタート10秒前、インから1番2番3番4番5番6番です。スタート3秒前、スタートしました。コースアウトを決めたのは1コース2コース6コース1号艇2号艇6号艇、1番はイン1号艇の吉田孝之が勝負先前、そして2号艇の吉川元弘がその内を狙ってくる、ホームバック設置へ入りますが、1号艇の吉田孝之です。2番手から2号艇の吉川が迫ってくる、先かかってくるかどうか、スタートは前提正常でした。かかった2号艇の吉川が先に行く、1号艇の吉田孝之がどうするか、2号艇の外を行く、ホーム設置へ戻ります。外を行って1号艇の吉田こらえようとしますが、内を通る2号艇の吉川がここでリード一定し、2番手の次3号艇1号艇先に回る3号艇の岡田紀之、その内を狙って1号艇の吉田孝之、上位体系は2番1番3番です。4番手に6号艇藤井、2号艇の吉川元弘、今日は11レースに再度登場、1号艇の吉田孝之は予選ロード 5.75 でのフィニッシュか、3番手に3号艇岡田、まもなく5輪です。先頭2番の吉川5輪、2着1番吉田5輪、3着3番岡田5輪。第8レース予選競争、6艇の進入内から1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。コースタートを切ったら2コースから外、2号艇3号艇4号艇1番は一気に滑る、2号艇の茅場、1号艇の中里が残しにかかりますが、その間を割ってくるのは3号艇大竹飛鳥、スパーッと3号艇大滝が一気の突き抜け、2番手追走2号艇の買えば、3番手には4号艇水口、4番手以降1号艇6号艇5号艇が続きます。なおスタートは前提正常でした。2マーク先頭は3号艇の大滝飛鳥、2番手追走2号艇の買えば優子、上位体系3番2番3位体系、3番手争いは4号艇水口が一歩優勢か。最終マークの選定からホーム設置、先頭は3号艇大滝、今日は最終12レースにもう一度登場、2番手から2号艇買えば、3番手1号艇の中里、まもなくゴールです。先頭3番大滝5輪、2着2番買えば5輪、3着1番中里5輪。ダッシュ3艇第9レース予選競争、進入内から1番2番3番4番5番6番の体型です。スタートしました。コースアウトを決めたのはインコース1号艇岡本、6コースからは6号艇岡谷、1番この攻防、インから1号艇の岡本慎二が先に回ります、2号艇が刺してきました、まくってくるのは3号艇後方からは
インコースから危なげなく押し切りました。先頭は1号艇の岡本慎二、2番手からは2号艇の市川石弘、3番手には3号艇でしょうか沼田、4番手以降4号艇5号艇6号艇スタートは前提正常でした。今先頭は1号艇の岡本慎二、2番手追走は2号艇4号艇、内を通るのは2号艇の市川、外を通っては4号艇の鈴木です。トラレースも安定した走りを見せまして、先頭1号艇岡本慎二圧倒的な人気に応えます。2番手追走は2号艇市川、3番手に4号艇鈴木、上位体系124、まもなくゴールインです。先頭1番岡本五輪、2着2番市川五輪、3着4番鈴木五輪、と分かれまして、角市4コースは4号艇久保田、インコース1号艇の西坂、内から1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。わずかにこうスタートを決めたのは2コースと3コース、2号艇3号艇人気の2人、1はこの攻防、2号艇の住瞳が一気に攻めてくる、3号艇日程市民がその内を狙ってきた、バックスイッチが入りましたが3号艇ちょっと波に乗って、まくった2号艇の隅人美、2番手打ちをついたのが4号艇久保田、3番手は3号艇に行った、4番手以降は5号艇1号艇6号艇が続きます。なおスタートは正常でした。2番手先頭で回る2号艇の隅人美、2番手打ちをついたは4号艇久保田美希、上位体系2番4番24の体系、3番手の隅は5号艇3号艇、まくり連発での連勝劇となりそう、2号艇の隅人美、これで得点率は 9.00 での予選フィニッシュ。2番手追走4号艇の久保田、3番手に3号艇の新田、先頭2番隅五輪、2着4番久保田五輪、3着3番新田五輪、5番の佐藤タイル、3対3と分かれました。11レースの予選得点です。内から1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。コースタートはインコース1号艇もくろですが、中へこび4コースから襲いかかるのは4号艇吉川、1番はどうさばく4号艇吉川、先に回った1号艇に4号艇がまくり、雑誌からは吉川元博、1番4番内4号艇の吉川、外こらえるか1号艇の木野、3番手に5号艇60、なおスタートは前提正常でした。2マークへと向かってここは4号艇の吉川が先頭を取りそう、1号艇の木野が外前に行く、内から接近5号艇60、ホーム設置へ戻りますが一気に突き放して先頭は4号艇の吉川元博、2番手からは1号艇木野、3番手に5号艇60、ホーム設置へ戻りまして先頭は4号艇の吉川元博です。白星街道続きます。これで無傷の5連勝で予選トップ通過、2番手1号艇目黒、3番手に5号艇藤井、先頭4番の吉川五輪、2着1番目黒五輪、3着5番の藤井五輪になります。一方インコースは1号艇の印度千秋です。内から1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。コースアウトを決めていったのはインコース1号艇インド、さらに外からは3号艇4号艇5号艇、1番はイン1号艇インドが先に回る、3号艇がまくり差しからは中里優子、内をついて設置、先頭は3号艇ズバッとまくり出してきました中田優子、1号艇インドが2番手、3番手争いは6号艇大滝、2号艇のチャーターにスタートは正常でした。1周には先に行くのは3号艇の中田優子、1号艇のインドが外相か、その内をついては6号艇2号艇、ホーム設置へ戻りまして先頭は3号艇の中田優子、2番手1号艇こらえるかインド、その内をついては6号艇大滝で先頭は3号艇、このシリーズは1番黒判断もさえ渡りますが中田優子、2番手から追走は1号艇インド、3番手は6号艇大滝で上位体系316、まもなくゴールインです。先頭3番中里五輪、2着1番インド五輪、3着6番大滝五輪、